皆さんこんばんは、メンタルアドバイザーの並木義和です。皆さんこんばんは、ラブ FM の DJ 咲子です。さあ並木先生、はい、今日7月26日は、ドロ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 幽霊の日です、今から199年前の1825年のこの日、東海道四ツ谷怪談という舞台が初めて演じられたことにちなんだ記念日なんだそうですよ。並木先生さ、はい、あの幽霊とかお化けとこうちょっと仲良くなろうぜっていう、そういう方法ってあったりするんですか？シンプルにまず、まあ、幽霊とかお化けっていう表現をするんだったら、それに対する恐怖心を外すことですよね。ね、やっぱ恐怖心って持ってれば、その存在との間の壁になるじゃないですか、で仲良くなるには壁を取っ払わないとね、だからやっぱりその幽霊とかお化けに対する認識を変えること、これは僕すごく大事だと思うんですよね。で結局何かこうね、幽霊とかっていう形で出てくる存在っていうのはやっぱり何の意味もなく出てきません。やっぱり何か伝えたいことがあって出てくるので。そうなんですよ。だから言いたいことがあるんだなっていう、で結局言いたいことがあって、ね、僕たちだったら例えばねえねえねえって言えば何何何って聞いてくれる人がいたりするけど、彼らは気づかれないわけですよ、基本的には、はい、ね、そういう感性を持ってない人だったら分かんないわけでしょ。だから結局ずっと無視され続けていて、やっと出会えたこの人、私のこと分かってくれるんだわって言ったら、そりゃ、ね、近づいてきたり、話しかけたりするでしょうと。だから、あ、そういうことなんだって、だから別に怖がる必要はないんだなっていう、そういう意識でいると、結局、まあ、その仲良くするって言い方に、該当するかわからないけれど、でもそういうこの壁が取っ払われた上で、やっぱりこうちゃんとしたこう対等な存在として交流ができるというのかな、そういうあのベースができるんですよね。まあ、これがまあ仲良くする方法に当たると思うんです。そうか。私はなんか母親はね、見たことあるっていうんですけど、渡すの全く何もわからんのでな。なるほど。まあね、いろんなタイプがいますからね。そうですよね。大事なのは怖いことはないんだよ、怖がらないでねっていうことです。そうですね。はい、ということで、これから30分どうぞ最後までお付き合いください。並木義和のアイコスはすべて。番組前半はテーマに沿って僕の愛するもの、好きなものをお話ししています。咲子さん、今回のテーマは何でしょうか？はい、今回のテーマは SF 映画です。 SF 映画、まあ、夏休み映画を見る機会もね、増えるんじゃないかなと思いまして、ね、はい、で今回は SF 映画をテーマに、まあ、シネマトークを繰り広げたいと思っております、並木先生って SF 映画ってご覧になります？そうですね、もう最近は映画も全然見ていないので。忙しいもんね、まあ、テレビもそうなんですけども、ただ、昔その映画をよく見てた時期があって、でここにね、まあ、いろいろこうありますけど、まあ、結構見てるなって、そういう意味ではと思うんです。はい、まあ、アバターもそうですし、ね、エイリアンもそうですし、エイリアン、そう、バックトゥーザフューチャーもそう、スターウォーズもそう、インセプションもそう、ET もそう、でもいっぱい、そう、あの未知との遭遇もそう、猿の惑星もそうっていうのは結構昔は見てますね。最近のは逆に見てないのでっていうのが。なるほどね、はいはいはい、じゃあ80年代ぐらいから積極的にご覧になっていたということで、はい、でこのね、シアターというサイトの SF 映画ランキングによりますと、第5位はインデペンデンスデー、あれもね、ラストね、このね、セリフがね、セリフがねかっこよかったっす ね、はい、そうですね。そして4位がですね、E.T. なんですよ。はい、82年の大好きでした作品、ね、もう星書きみたいになった E.T. がね、河原にもあれも未だにも、私必ず未だに星書き見るとも I.T. やーと思ってね思い出すんですけどね、さあそして第3位がインセプション、これ2010年の作品、これなんか私ね見てないんですよ多分。でもなんか、動画予告とかで変わったやつですよね、あの夢の中ぐるんぐるん、建物がウィーンってなったりね、そうそうそう。で2位がですね、スターウォーズシリーズ、根強いですね。さあそして、1位がバックトゥーザフューチャーと、ね、面白かったですね。バックトゥーザフューチャーシリーズありますけど、どれが好きですか？やっぱり一番目が好きですね。あ、最初のね。そうそう、一番最初のが好き。はいはいはい、なるほどなるほど、そうね。私結構2位も好きなんですよ。あ、なるほど。未来のね、はい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 、あのホバーボード欲しいってガチで思った記憶がね、ありますね、あのスケートボードもね、滑れないくせにね、一丁前に買ってもらってあの何もできなかったっていうね。なるほどなるほど、はい、そうなんですよね。でも本当先生、それこそこの中ではマトリックスとかはどうですか？マトリックスも本当にあの前にも言ったかもしれないですけど、このマトリックスは本当にこう真実が分かってる人が作っているので、そうですね、そういう意味でもあの非常にこう興味深いというかね、ありましたね。あの、監督、あの結局男性から女性になりましたからね、兄弟揃ってね、はいはい、あと
ね。ジュラシックパークもね、最初できた時すげえなと思っても、子供が見たらもう恐竜いるんじゃねって信じちゃうぐらいのね、うん、本当ですよね。でもな先生、ほら、うん、アバターはさ見たけど、なんか嫌いが、うん、嫌いっつうか、なんかほらあの顔がね、あの顔があってね、うん、そう顔が苦手みたいな。ですよ、ね。はいはいはい。でもね、アバター実はシリーズ化されてて、ね、そうですよね。うん、2作目が水、海がやって、うん、で今度多分ね、あのまたこれ火というか、なんか違うバージョンのテーマみたいな感じでちょっと予想されてて、うん、要はエレメントですね、水とか火とか木とかね、そんなシリーズになるんじゃないかななんて言われてますけれどね。なるほど、うん、まあ、私も猫好きだから、あの顔はもう可愛いじゃないかな思ってしまいますけど ね、うん、なんかもうね、はい、エイリアンとかはどうですか。エイリアンはシガニー・ウィーバーさんでしたね。そうですそうですそうです。ね、ちょっとグロい感じでしたね、うん、あれね。そうですね、私は2が好きだったんですけどね、うん、あの女の子をね助けるっていうやつがね、 はいはいはい、ありましたけどね、うん、なんだろうな、あのX メンとかそういうなんかこう、はいはいはい、超能力的なシリーズもね、はい、まあ、シリーズか、まあ、いろんなキャラがね派生してますからね。そうでしたね、うん、はい。でも未知との遭遇なんかもね、うん、ちょっとまあ当時はね、これ77年の作品なんですけれど、ね、はいはい、ね、未知との遭遇も音でね、うん、ねねねねやつですよね。うん、あと、まあ、猿の惑星はこれ68年がね、多分一作目なんですけど、もうだっていまだにね、うん、2024年でも、あのずっとこう続きというか、またね、まあ、違ったバージョンがね。でも最後が衝撃的でしたよね。あのエンディングがね。そうみたいな。そうね、うん、本当ですよ。まだ見てない方のために言いますけど、ネタバラシはできないですけども。そうそうそう。はい、本当なんだろうな、うん、私ね個人的にロボコップとかね結構好きだったんですよ、うん、いきなり主人公が、うん、あの殺されて、うん、死んじゃうか瀕死かなんかで、で科学の力でロボットになってこう、あの警察としてまた蘇るみたいなやつがあってですね、うんうんうん、なるほどね。でもいろいろもう尽きないですよね、これ一つ一つ話すとね。そうなんですよね、はい、並木先生がお好きな SF 映画とかって、うんうん、でその今さっきちょろっと挙げていただきましたけど、はい、僕未知との遭遇とか E.T. 好きですね。ああ、はい、E.T. なんてさ、うん、あのちっちゃい子、私ね、うん、多分ね小学生ぐらいの時、うん、映画館で見たんですよ。うん、うん、あ、そう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 、だってもう全然小さい時でしたもん、まだ。ですよね。だって小さい時のドリューバリマンさんが出てたからね。ああそうだそうだね、うん、キャーっていうやつね。でそれで E.T. がキャーっていうやつ、うん、そうだったね。あの映画見て、見てバイク欲しがったとか、そんな、はい、マウンテンバイクすごい大活躍して、あれなんか日本のあるブランドだったっていう話も聞いて。そうなんですか、うん、嘘かもしれんけどはいはいはい、うん、なんか別にそういうのはなかったですかな、なすかなですかね、はい、でもやっぱ先生その昔からそういうなんか、うん、道との遭遇とかそういう、はい、もう宇宙関係の興味があったわけですよね。ありますあります。自分も音であのコンタクトを取ったことがあるので、あなんかすごいこれ本当じゃんみたいな。ET フォンホームがもうリアルでやってたわけですか、うん、すげーな、うん、ET なんか印象深いシーンとか好きなシーンとか、他やっぱりこう満月のところをこう飛ぶやつね、飛ぶ、あの追っかけられて、いいですね、最後ね、こう、うん、そう、でもあの一シーンはやっぱりあの、うん、音楽とともに ね印象的ですよね。すごくね、ジョン・ウィリアムスは、ね、本当素晴らしいですよね、うん、じゃあそんな、フライングのシーンですね、うん、はい、今もう一回見たい SF 映画とかってありますか、うんうん、そうです、やっぱそういう意味では ET をもう一回見たいし、あとマトリックスシリーズをね、うん、ちゃんとこうもう一回最初から見てみたい。ああ、私も、うんうん、なんかね途中から分かんなくなったんですよ、マトリックス、はい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 、なんかごちゃになっちゃって、ええ、いろいろほらキャラがなんか新しいキャラが出だして、うん、はい、うん、でもうスミスはどうなったんだみたいな、こんなエージェントスミスみたいなね、はいはい、ことなんです。いやでも私ね、これね先生ね多分見てないと思いながら、でもあのちょっと言いたい作品があって。うんうん、1996年のフランスの映画で、うん、美しき緑の星っていう作品があるんですよ。あれって地球に行きますみたいな。そう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 、うんうん、あの監督さん、うん、女性の監督さんなんですけど、うん、コリーヌ・セローっていう監督 で、うん、で自分が主演 そのミラっていう女の子、うん、地球に行く女性を演じて、はい、まあ、宇宙人なんですけどね、うんうん、でその地球に降り立って、うん、あのこう触れ合う人々が、うん、なんていうのかな、本質をこう見出していくみたいな、はいはい、やつで、うん、最初私これよく時代早すぎるだろうと思って作った時代が、今だったら多分 ね共感されると思うんですけど、はい、当時は、うん、あのそうでしょうね、発禁なんか NG になったんですよね、うんうん、というのがだからね、宇宙とのその調和とか、うん、その宇宙的視点を思い出させる作品で、うん、これ見た時はね結
構影響すげえなと思いました、うん、はい、ね、そう今だからこそですよね、言い方を変えるとね、なん、うん、とかして見ることできますんで、はい、あの DVD とかね、うん、あるので気になる方は、はい、あとねもう一個ねアニメでね、ファンタスティックプラネットっていうやつがあって、うん、それ1973年の名前だけ知ってます、フランスのアニメ映画なんですけど、うん、あの真っ青な顔で、うん、ね、真っ赤なあの巨人の、うん、が人間を虐げてるっていう、うん、やつなんです。それもなんかこう巨大生物が人間を支配してるっていうやつで、うんうんうん、でもねその巨大なやつらがあのちゃんと瞑想とかするんですよ。へー、なんか遠隔操作とかでなんかこうテレパシーとか使うとか、そら73年にできてるっていう作品があって、結構ねそうカルト的に好きな人がいて、うん、私もそれ見た時に、うん、ほーと思って、うん、あの気になる方はね あれねって、これも DVD があるんで、あ、そうですか、見てみたいと思いますね。はい、じゃあ並木先生が、はい、じゃあメガホンを取るなら、うん、並木義和監督としてね、うん、こんな SF 映画を撮影してみたいとかありますか？そうですね、なんかこう近未来的な映画を撮りたいかなと思いますね、これからこう地球がどんな風に変化していくかっていうようなことを、うん、例えば映像で表してみたりとか、でそれは例えば宇宙との交流も含めて、そっか、うん、もうだって2038年ぐらいでしたっけね、はい、うん、だからもう本当近未来ですもんね、そうですそうです、なんかブレードランナーじゃないけど、うん、なんかいいですねそういうのはね、うん、はい、じゃ あのちょっとモブとしてあの通行人として雇っていただければ、はい、わかりました。ラブ FM のスタッフも、ね、総出 で、はい、そうですね、棒読みで参加したえ、ね、どうしたのあれは、どうしたんだみたいなね、危険だ逃げようみたいな、なんかそういうセリフで目指せオスカーということでね、はい、やっていきたいと思います。ぜひ皆さんもあの、まあ、ちょっと今日がね高、うん、まあ、今どうなら7月もね、でも月誌を、ねね、超えたからもうだいぶ、ね、だいぶこう暗くなってきはしますけれども、うん、はい、ぜひあの SF 映画もね、はい、反応してみてください、はい、旅を愛する僕並木義和、後半は一つの国や地域にフォーカスしています。はい、先週に引き続き今週もここ福岡にフォーカスを絞ります、はい、さあ住みたい街、うん、住みやすい街ランキングでは必ずといいほど上位に入る我が町福岡ですが、またね観光庁調べによる昨年の外国人観光客、うん、宿泊者数都道府県ランキングのトップ5にも入っております、うん、第5位がこの福岡で、4位が北海道、うん、でトップ3、3位が京都、2位が大阪、うん、そして1位は東京都となっています、でアフターコロナと言われる今、うん、本当に海外からたくさんの方がね、うん、福岡にねお見えで、もうね交差点とかね立ってると、うん、ほぼほぼ周り外国人 で、まあ、カップルも多いし、もうなんかここ日本だったかなっていうぐらい、わかります、うん、あのこう本当にね信号待ちしてると、はい、周りでもみんな英語だったりが飛び交ってて、ね、あなんかこう外国みたいな、はい、ですよ ね、 ありますね、そうなんですよ、はい、うん、さあそしてね今夜も、うん、その福岡のちょっとお気に入りのあれこれを先生とね、はい、一緒に語り合っていきたいと思います、はい、福岡といえば欠かせないこの福岡グルメ、うん、まずは食べ物を聞いてたいと思います。はい、はい、うん、そうですね、食べ物福岡一番八兵衛さんとか焼き鳥屋さんあるじゃないですか。焼き鳥ね、はいはいはい、八兵衛さんの焼き鳥ねすごい美味しいと思うんですよ。おろー、うん、なんかねちゃんとしてるというか、うん、凝っているというか一つ一つが、はい、なのでなんかね焼き鳥もともと好きなんですけど、うん、また普段食べる焼き鳥とは違って八兵衛さんの焼き鳥は、うん、なのでなんかすごく美味しいなとあのお気に入りです、うん、福岡来るとよく食べに行きますね、うん、はい、あのねこのソラリアプラザさんにも上の方のねレストランフロアに八兵衛さんあるんですけど、あれってやっぱりこうショッピングビルに、うん、焼き鳥屋が入るっていうのはかなり画期的だったらしいんですよ、うん、当時やっぱほら煙が出るしとか、うん、そうですよね、そういう意味でも、うん、なのであの社長さんかなり苦労されて、うん、今ね入ってらっしゃるっていうねちょっと、なんかそういう苦労話も聞いたことがあるんですけど、うん、多分もう焼き鳥屋福岡はもうねそう一番多分店も多いし消費量鶏肉の消費量がね多分日本一の勢いなんですよ。もちろん久留米もね、有名ですけれど、うん、福岡市内もね、うん、福岡は豚バラとかも頼む、うん、あるし、まあ、鶏皮は結構ね皆さん10本単位で頼んだりとか、あと付け合わせキャベツが出てくるとかは、うんうん、あれ福岡ならではなんですよね、うん、ねえでもすごいなんかそれが好きで、へえ、はい、八兵衛ね、うん、八兵衛さんね、はい、あとはなんかね、うん、フグ、あそう以前おっしゃいましたね、中洲の方の多分そう前言ったかもしれないけど、ね、でもフグが好きです、
はあ、今ちょっとなんか片言でフグが好きですみたいになりましたけど、うんね、あれでしたよね、はい、あの箸でザーッといけるあのフグ刺し的なやつとかね、はい、あのねなんていう名前だったかな、うん、ちょっと忘れちゃったな、はい、フグ刺し、うん、白子刺し、うわあそれもねもうほあこんなに美味しいフグがっていうぐらい僕はフグがもう好きなので、はい、いろんなところで食べているんだけど、うん、美味しかったですね。へ、はい、下関とかねフグ の、 あの水揚げ量もね、うん、多いですし有名ですしね、はい、あの大分の福岡ではないですけど、はい、大分の臼杵のフグ、うん、もうすごく美味しいんですよ、うんうん、いいですね。そうなんですが、うん、なんですがだってなんですが、うん、その使いますからね福岡のねはい、のそのフグも美味しかったんですよ。いただいたフグもね。うん、おそうか。おで、あとはもうベタですけど、うん、あの僕はお鍋が好きなので、あはい、はい、水炊きも大好きですし、あともつ鍋もね、はい、美味しいですし、うん、もうあれはもう間違いない。あそうなんですね、はい。でももう本当にたくさんあるじゃないですか。水炊きのお店もね、もつ鍋だってそうですけど、うんうんうんはい、でもやっぱりお店お店でやっぱり違うんだなと思って。ああ、はい、うん、そうですよね。そうか、え先生締めする派でしたっけ、あのシャンポン入れるとか、あ、うんうん、あやっぱそうですよね、はい、翡翠麺を入れるみたいなところもあるし、へえ、はいはい、うん、いいな、本当美味しいですもん福岡、おお美味しいですね、うん、私たちにとってもね、はい、うん、イカもすっごい美味しいし、そうなのイカなの、うん、はい、イカちょっとほら今日 SF 映画でちょっとエイリアンっぽいけど、はい食ったらうまいっていうね、イカですね、はい、筑前限界エリアっていうところが、あのちょっとね福岡の北の方にありまして、ここはですねイカ王国なんですよ。いや美味しそうですよね、うん、先生イカお好きですよね。大好きです、もうこうね本当に透明感があって、うん、そう甘くてね美味しいんです。まず刺身でいただいて、その後ほらなんだっけ天ぷらみたいなやつでね、唐揚げみたいな、はい、ゲソとかね、うん、あの3段階に試して楽しめるっていう、はいはい、そうなんです、まあ、旬がね大体あるんで、まあ、今とかね7月とか多分ね、うん、いい感じね、4月から10月末までと旬が書いてありますね。おかんはイカ料理してくれるんですか。おかんイカ好きです。おお、うんうん、おかんはやっぱりあの刺身が好きですね。あイカ刺しね、うん、イカ刺しが好きです、うん、透明感がある。そう私ちっちゃい頃なんか、うん、イカ刺しは白いものだと思ってて、あ大人になって本当じゃないみたいな、あのショック、はい、あの食感の違いですね。ねえ、いやでも本当美味しいですよ。生きのいいね、あのイカは。ね、はい、本当美味しいので召し上がっていただければなと思います。はい、そして先生福岡ね、うん、いらっしゃったら、先生がよく買う福岡のお土産の定番とかありますか。うんうん、そうですね、僕ね福屋さんの明太子。そうだった。エンペラーでしょ。うん、いいね。あれ他のいろんなね料理もあのエンペラーのあの。タレね、タレがあるじゃないですか、うんうん、辛いやつね、ね、いろいろパスタにも使えるし、ね、使えるので好きなんです、ね、はい、福岡さん結構ね、いろいろあの百貨店とかにもねお店あるんで ね、 そうですね、はい、と買えます、空港にもあるしね、うん、あとね、お出汁、うん、あ、茅野屋さんね、茅野屋さん、あの丸い、うん、そうですそうですロゴのね、はい、まあそこのお出汁すごい美味しいと思うので、ね、もう行くともういろいろ買っちゃいますね。あ、いいですね、うん、おかんも、はい、嬉しいみたいなね、うん、はい、え、お土産以外でご自身のもの、うん、あ、センスあんまないかな、うん、自分のもの買うってあんまないんですよ ね、 ね、うん、それがね、うん、がないからそうお土産ってほら、ね、なんかこう自分が例えば、まあうん、まあ仕事にしても何にしても行って、はい、でなんかそれをこうお裾分けしたいというかこう感じていただきたいというかなんかこうちょっとでも味わってもらいたいみたいな気持ちで買うので、はい、はいはいはい、じゃあもう本当に業者買いっていうことで、うん、そうですね、はい、認めましたねあっさりともうなんかこう仕入れですかさあ、はい、並木先生が思うこれからの福岡についても聞かせてください、うんうん、やっぱりねこっちあの、ま、九州もそうですし、うん、あと関西、はい、こっちにやっぱりエネルギーがすごく集まっているんです今ね、うんうんうん、つまり活性化してってるんですよ。でもちろん、うん、それがこうしっかりと活性化するまでにはいろいろねやっぱりそうねうんと何でしょうねいろいろ動きもいろいろあるんだけども、はい、でも結局そういう動きを経てなんかねやっぱりすごく確立したものになっていく。だから、うん、もう今までだったらこう東京なんかが非常にこう中心みたいに言われていたものが中心がこう全然移動してくるこっちにみたいな、だからそういう部分がもう本当に見て取れるようになってくると思います、うん、でそういう中に福岡も入ってくる、はい、
ですね、うん、じゃあもう土地を買うなら今だぞって、うん、もう上がってきてるからなっていうことで、はい、まあいいやでもね本当そうだと思いますよ、こうやってエネルギーがこっちに流れてくるってことは、うんうん、やっぱり現象的にも形的にもそうなってくるのでね、はい、うんうん、じゃあオフィス並木福岡支店もぜひどうぞいよいよ実現化という、はい、さあ来週はですね、はい、夏休みスペシャル企画でお送りする予定です、はい、お楽しみに。お送りしてきました並木義和の愛こそは全て、はい、エンディングです。私あの虫の知らせのテレビのね、うん、バージョンすごいなんかね、はい、見てるんですけど、ありがとうございます。セットとか結構こだわって作ってる。そうですね、最初のあの喫茶店の入り口のこうシーンは、うんうんうん、あのカウンターのシーン、あそこはもうかなり作り込んでますね、うん、あれセットなんですか。セットです。あ、いやてっきりどっかの、うん、なんか喫茶店借りてんのかなって。違います、違います。え、あれセットなんだ、はい、セットなんです、はい、あ、お店なんですけど、はあ、喫茶店ではないお店を喫茶店のように作ってます、ね、あ、なるほどね、はいはいはい、で、あのこうソファーがあるところはまたセットなんですね、はい、あそこも同じお店、同じお店なんですね、はい、で後ろをちょっとこう変えて、はあ、あの置いてあるものとかね、そういうのを変えてみたいな感じです。そう、はい、もうあのオープニングで森本レオさんの、あの声と合わせて、はい、あのなんかこう昔の昭和のなんかこう吸い込むあの鳥のやつ、そう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 、久々見たとか思って、懐かしいと思って、はい、すごい素敵な番組ですので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください、はい、では最後にナビキンインフォメーションお願いします、はい、7月の30日火曜日、こちらもね月1のオンラインのみのワークショップ Tips & Wisdoms が開催されます。こちらはね1時間半の、ワークショップでオンラインのみなんですが、30分の、お話、30分のワーク、30分の質疑応答、非常にねコンパクトなんですけどギュッと詰まってますので、こちらも人気のワークショップになります。オンラインのみにね、あのぜひあの気楽に気軽にリラックスして、受けていただけたらと思います。そして8月の2日の金曜日が、なみなみの部屋と言って、まあ、質疑応答のみで、構成されている、まあ、セミナーになります。普段のね、ワークショップの中でも質疑応答ってあるんですけど、なかなかこう当たらないと、ね、本当に数人しか当てることができないので、時間の関係上、でもこちらはそれのみになりますので、まあ、当たる確率も非常に高く、ね、自分の悩み、疑問、そういったものを解決したいという方に非常に人気の、セミナーになってます。でね、自分がもし当たらなかったとしても、他の人のその質問何に何なりを聞いて、また僕の答えを合わせてみると、あ、こんな風に考えればいいのかとか、こんな風にやっていくといいのかもしれないなと、自分のね、問題とか悩みの解決方法にも参考になると思いますので、ぜひ、なみなみの部屋ね、そういったものに興味があるという方はご参加いただけたらというふうに思います。詳しくは並木義和さんのオフィシャルサイトをチェックしてください。それではまた来週お耳にかかりましょう。愛こそはすべて。バイバイ。